ということで、博士の研究所はこっちじゃないのかな、もしかして。地図見るか、地図。チャンピオンロード。まあ、明らかに違うな。ポケモンリーグ。ミアレシティ。一応こっちのチャンピオンロード方面に行けるとこまで行ってみよう。ホープトレーナーのノエミ。コダック、よし、当たり。イケビガー。レベルもこっちの方が高い。経験値だ、経験値。もう一丁電気ショック。おー、頭が。シシコ、シシコ、シシコって何？あれ、獣だ。電気ショーあんま効かない。紛らせろ、静電気。仲良くする。防御力下がるだよね。結果防御力下げられてた意味がない。電気ショックだ。キノコ。ってことは池カエサル。頭のあの赤いモヒカンみたいなところが火属性を表している。水の波動。よし、レベル8。ビオラさんより強いかも。ビオラさんにはさっき勝ってきたよ。これはあれかな、並び替え。学習装置かな。登録ってあったな。これで Y ボタンのが2つになったから、アイテムの方あれだ、居合切りのとこだ。あ、ルリリ、ルリリ妖精ついてんのかな今回。泡で水の波動だと殺しちゃう気がする。モンスターボール。モンスターボールを食らえ。よーし。トゥ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 ン。38。お、レベルアップ。他のやつがレベル低すぎるから。ルリリ、水玉ポケモン。大きな尻尾に乗って弾むと地上では早く移動できる。水辺に暮らすけどノーマルとフェアリー。フェアリーになってるね。水尻尾。ポケモン。水の、この水は水色の水だよ。水色尻尾って意味。水尻尾。ポケモン。フォックスワン、転送。いっぱいいるな。頑張れ、ツゴーマイトサキント。ミニスカートのユリ、トサキント。飛んでる。トサキント、トサキント、トサキント、トサキントって、空飛んでる。電光石火。疲れた。ぬるぬる動くな、トサキント。
さあみんなどんどんレベル上がるんだ。マリル、ノーマルとフェアリー。フェアリーの弱点が全くわからんから力ずくでいこう。マリルだ、でけ。水の波動。あれ、マリルは水属性入ってんのか。学習装置、お、シビレゴナ。シビレゴナは使える。電磁波の方が使いやすいけど。お得な掲示板、うん。なんだけど今 L ボタンあれにしてるからな。サイフォーン、あ、レースか。レジャーとしての勝負か、道を極めるための勝負か。勇気、夜、格闘と鋼か。俺は全て水の波動でいいんだ。力押し10億。学習装置、お、続く、やっと覚えた。これで飛行系の技が。シュウヤさん、フォッコじゃなくてケロマツにしたのか。フォッコにすると、お、進化だ、かぶっちゃうからね。B ボタンを押すと押さないけどね。あ、やっぱ16は基本だよね。やっほー、我が名はカエサル、カエルのカエサルだ、ゲコ頭である。だいぶこれで力押しがやりやすくなったな。ポケモン勝負の始まりです。スクールボーイの翔一、ポッポ。本当に空系とか多いな。ピカチュウでいけんじゃないかな。我が水の波動を食らうがよい。超力押し、トランセル。ヒーがいねえんだよな。つぐみ行こうか。つつくで行こう。つつく、大げこ頭かっこいい。つつく、ツンツン、ナイスダメージ。硬くなられた。何を硬くしているんだ。もっとつつく。重いのが柔らかかったようだ。お、そろそろ進化するんじゃないかな、クロムシも。でも僕のポケモン頑張りました。トランセル硬くなっただけじゃねえかよ。もうちょっと進化させてやれよ。イケホルビー、スクールガール、ホルビー、ぬいぐるみ、ユケカエサル。水の波動、超絶力押し。だいぶ力押しでいけるな、当分は。触覚が7になったから、これでトランセルになるかな。おや、触覚の様子が。トゥルトゥルン、タッ。無事進化してくれていいんだよ。私は一向に構わんのだ。
硬くなる。そりゃ硬くなっちゃうぜ。なぜなら俺はサナギだからだ。あれ、こいつは話しかけないのか。パチパチパチ。あ、なんかすごいとこ来ちゃった。まあ、こっちチャンピオンロードって書いてたからいけないんだろうけどな。あ、なんかいるよ。いわばチャンピオンロードの玄関。うむ、残念です。おめえに挑む資格はねえ。こっちは戻ってくる方だからね。そんな感じの状態。やはりこっちは間違いだったか。お、アイテムね。いい傷薬。これはいいものだ。ダッシュ。まだ居合切れないもんな。やっぱりあの道の先でよかったんだ。回復回復。ダッシュ。これあれだな、正直ずっと押しっぱなしよりも押しては離しての方が早いっていう。めんどくさいけどね。 I like Pokemon and I love Pokemon。 大好きクラブのケサコ。すげえ、あの手に持ってる人形が可愛いんだよ。あ、ミノムシさん、湯気返される。水の波動。あ、まだ守られた。こんな序盤から守ろう使ってくると、ほら技ポイントが減っていくだろう。トリコ風起こし。ミノムッチ。炎系が欲しくなってくる。水の波動。ミノムッチ。色が違う。季節によってあの装い違うのかな。あなたとポケモンの完成、ライクもラブも超えている。ラブの次は何だよ。ラブラブ？ラブラブだ。相思相愛でありたいの。バカだな、言葉が通じる人間相手だって相思相愛なんてめったにないんだぜ。毒針。毒系の攻撃力アップかな。トレーナー多いな。野生のポケモンをいくつかゲットしようかな。フラベベ。やばい、レベル上がりすぎてる。多分泡ですら一瞬で倒しちゃう気が。耐えるか。耐えて、耐えてくれない。そもそも急所に当たってる。ビガー先頭で行こうか。忘れさせる。仲良くするわ。尻尾を振る。鳴き声。意外にな、この下げる系、こう盾として使うんだったら使えるんだよな。命かけてパラメーター下げて次につなぐっていう戦い方すると。シナリオは回復アイテムがあるから結構それ使うといけたりするんだけどね。学習装置をオフにしておこう。私絶対勝ちたいんだけど。人生の厳しさを教えてやろう。つぼみ植物。デューク統合。デューク統合でね。デュークサライだ。両手を上でこう。電気ショック。全然効かねえ。植物だもんな。吸い取られた。
電光石火。水遊びをしたって今雷すごい効くんじゃないのかな。水に濡れてんでしょ。108やだ、なんで勝たせてくれないの。実力不足さ。赤い花、色によって出てくる敵が違うとかあるのかな。あ、ミツハニーだ。ええかん。電気ショック、止まった。よし、いい感じで止まった。バーク、ボール、モンスターボール。ピーン。よーし、やっぱ序盤はポンポン捕まっていいな。ミツハニー、三つの鉢でミツハニー。ミツハニー、蜂の子ポケモン。生まれた時から3匹一緒。B クイーンに喜んでもらうため、いつも花の蜜を集めている。お前は三つっていうかブロック状だもんね。ブロック。ブロック鉢。進化系のこととかを考えず、もうフィーリングでつける。まあ本当の序盤は力押しでどうにかなんだけど、中盤ぐらいから考えないといろいろ辛くなってくる。彼女と交換したばっかのポケモンでしょ。何？彼女と交換したばかりのポケモンだと。雄一郎くんよ、コイキング。あ、そう、まさ、それお前騙されてるよ。それはきっと彼女じゃない。お前は騙されている。自分がどれだけ騙されてるのか、これで目が覚めるだろう。ビチ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 。交換したばっかで小雪のこと分かってなかった。多分分かっててもどうしようもないと思うけど、まあお前が思うんなら彼女なんだろうな。お前の中ではよ、庭作りで培ったいぶし銀の技、ご覧あれ。そのチェーンソーで切りかけられる方がよっぽど怖い。ヘイガニ、湯気ビガー、電気ショック、効果は抜群だ。バカだな、これ以上弱くされたってもう抹殺だぜ。ストリームはレベルがものを言うんだ。すでに無資金レベルだな。アイテム、アイテム、PP8。 結局この PPK って使わないまま終わる可能性たっけんだけどね。あ、細い道だと走った方が早い。わかるよわかるよ、君はポケモンかなり好きだね。何？それは子供じゃないか。子供連れてポケモンバトルとかありか。ピチュー対ピカチュウで明らかにこっちが勝つ。電光石火、電光石火。ピカチュウ多い。俺のポケモンピカチュウにみんな不利じゃないか。ピカチュウにはピカチュウで行こう。それだけ優遇されやがって。力づくでかなり厳しい。モホギルフこれだけ下げられたら電気ショックの方がまだマシじゃないのか。どんだけ攻撃力を下げたら気が済むんだ。
よし、とりあえず倒しきった。何？回復してる。防御力まで下げられている。そんだけするけど、あいつまだ電光石火多分覚えてねえな。つまり電気ショックしかできないんじゃ、こっちの防御力を下げたってしょうがないだろう。ベーカーベーカー、ふう、勝負して確信したよ。君はポケモン大好きだね。お前はもうちょっと子供を大事にしてやれ。ポケモン大好きクラブってよりも。さて、あ、回復してからのが良かったかも。フラベベというポケモンご存知ですか？フェアリータイプですのよ。プラタンの中に留まれて他のタイプのポケモンを戦わせた。うるわしい名前はジーナ。デクシオ。2年前。はい。案内してもらおうじゃない。かと思ったけど、あれだね。こっちの奥がまだ行ってないから、こっち終わらしてから。ネットボール。水と虫を捕まえやすくなるんだっけ。まあ戦い挑むんだけど、やばい、締められちゃった。帰るとき敵と戦いながらだ。湯気ビガー、電気先生の電気ショックだ。挟まれると結構痛い。締められた、わら。電気ショック。ビガーは自力で10万ボルト覚えてくれんのかな。私は庭に詳しい、君はポケモンに詳しい。なんてこった。あ、エネコ、エネコちゃん、エネコちゃんかわいいね。電気ショック、もう一回いけるかな。よし、いいとこいった。さらばビガー。次のポケモン、次。バック、ボール、モンスターボール、ノーマルかな。やった、エネコを捕まえたぞ。もうこのエネコってあれでモンスターの名前っていうかニックネームクラスだよな、すでに。何ポケモン。子猫ポケモン、エネコ。動くものをつい追ってしまう。自分の尻尾をかけてぐるぐる。お前は犬か。いや、猫もあるか、そのネタ。エネコの名前は、え、猫。ピンク色だからももち。ももち三大王である。学習装置をオンにして並び替えで、カエサル先頭にして、とにかくまずあれだな、触覚がバタフリーになったらメンバー変えようか。下方向への解像度がひどい。上は結構広く見れるんだけど、下が全然視界が悪いという。何をしている。椅子に座っちゃった。回復回復。
ダッシュ。うん、やっぱ走った方がよっぽど速い。お失敗よりもこまめに上を押そう。お、バックパッカーだ。カロス最大の都市ミアレシティ、僕はその全てを知らない。知らないのかよ。横頭は懐いた？恩返し。俺結構ね、ポケモン壁にするからあんまり仲良くなれないんだよな。ミアレシティに到着だ。人少な。広そうだな。研究所の前まで、ついて行こう。まずは博士にポケモンもらいたい。割と近いね。ゴー。ちょ。ポケモン？アブソル？じゃ、犬？普通の。キャッフ。すごい視界が見にくい。この建物がプラターヌポケモン研究所。さあ入りましょう。うん、すごい 3D が見にくくてしょうがない。アサメタウンからここまで遠い道のりだったわね。3回ね。 OK です。アポイントメント。エレベーターしか移動手段がないって結構。まず2階に。結構欠陥住宅だけど大丈夫か。一緒にいるのが一番。ゴージャスボール。これ系のボールあんま使ったことないな。七かまど博士の部下だったのか。オスとメス、そして性別不明がいます。特性。愛しのポケモンと息を合わせて戦えたらしびれちゃうよね。しびれる。振動バックでしびれる。なんでモンスターボール浮いてんの。どういう仕掛け。じゃあ3階に行こう。3階。身長高い。やっと会えたね。一番初めに会ったよ。なんかやらい、いい音楽だな。セントラルカロスであなたが出会ったポケモンの数は35匹。峰打ち、これいいんだよ。これ覚えておくと便利なんだよね。ヒットポイント1残して電磁波で麻痺させて捕まえるのは基本。パソコン使えない。アサメタウンから遠路はるばる、こんにちは。僕がプラターン。ポケモンとの旅は楽しいかい。いろんなポケモンに出会った。早速君の図鑑をチェックしちゃうよ。35匹。そこそこ待ってきて、いい感じになってきたね。君にはきらめきがある。とにかくいい感じ。ポケモンを託すメンバーを選ぶにあたって、一つの町から一人ずつ、そう考えていたんだよ。アサメタウンなら知り合いのベテラントレーナーさんのお子さん。その時知ったサイホンレーサー、サキさん親子の引っ越し。そう、君はカロス地方を知らない。それがグッときた。つまりグッドポイントなわけ。サナでーす。あら。よし、みんなでポケモン勝負だよ。ん？みんなでポケモン勝負？レポート。トリプルバトルか？もしかして。うわ、結構好戦的だな、セレナ。僕強くないからね。不思議だね。何？それはまずい。あ、
そういうことか。これ圧倒的に不利だけど、まあレベル差で無理やり。水の波動。くそ。効く。電光石火の方が強いか。同じぐらいか。てっきりトリプルバトルかなんかさせられるのかと思ったんだけど、そういうわけでもなかったか。みんなレベルアップだ。ゼニガメ、イケビガー、お前の出番だ。リリシー、電気ショック、電気ショック2、電気ショック3。初代の声だ。人影、君に決めた。水の波動、効果は抜群だ。おう、ノー、マイターすごいじゃないか。よし。お、進化してる。クロムシの様子か。進化 OK。やっぱあれになった。なんだこれ、古風来。守る、大体分かった。もう一匹連れていくといいよ。選んじゃって、全部くれ、全部。人影、いい笑顔、いい笑顔するじゃないか。いいよいいよ。ボックスに送るポケモン、ポッポさようなら。トリッコ、人影の名前何にしようかな。俺の一作目は緑で人影を選んだからな。なんて名前したっけな、初代。多分人影のまんま行ったんだよね、一番初めは。名前、最終的にリザードになることはもう分かっちゃってるからな。ドラゴンだぜ、ドラゴン。人影、火、炎、リザードン。トカゲっていうか竜っていうかみたいな。遠流、手を手スカトル。いや、それは違うか。火だもんね。リオレウスになっちゃうよ、みたいな。炎、フレア。炎のトカゲ。フレアード、フレイはあれだね。フレイはギリシャ神話の、ギリシャ神話だったっけ。フレイでいいや。オッケー、メガストーンだと。リザードナイト X。迷う。
みんな揃ってきちゃった。もうみんな来てたの？楽しんでよ。メガ進化の秘密を解き明かそう。メガ進化、図鑑どうするんですか？古木タウン。いいかい？図鑑を埋めるためにはいろんなとこに行けば、さまざまな生き方のポケモン、さまざまな考えの人と出会うことになるだろう。時としてぶつかる生き方、考え方、まず受け入れ、何が大切かを考えることで君たちの世界は広がるんだ。どれだけ人と違うかが価値だと思う。メガ進化を使いこなしたい。うん、メガ進化とは話つながらなかったね、さっきのとこ。ポケモン図鑑完成させるよ。思い出作り。そして君はダンスだね。もう話になんねえよ。じゃあ僕は自分探しの旅に行こうかみたいな感じで行こうじゃないか。ティントン。なんかすごい人がいる。ではじきに会えるのですね。博士に選ばれた子供たち、どんな可能性を見ているか。ちょっとこっち来て。見知らぬおっさんに引き合わせないでほしいんだけど。フラダリ。輝かしい未来のためポケモンのことを極めようといろいろ教わってるよ。それはホロキャスター。なんかすごい人来たな。ライオンみたいな髪型だ。お、みんな来た。気になるところ、カフェソレイユ。カフェソレイユが次の目的地。お隣さん、なんでしょうね。気になるけど知らないふりをしていた方が良さそうだね。出て左に曲がって進むといいよ。出て、これを左に行きゃいいんだね。これサナか。トレーナープロモを作れる。そんなもうトレーナープロモスタジオ、プロモーションビデオを作るんで夢みたい。まあまずちょっとさっきの、せっかくだから撮りなさいよ。そう言うんだったら撮ろうか。先に誘われたの無視して行っちゃうけどいいのかな。こちらへどうぞ。10秒フィルム。はい、かっこいい。オートクラシー行くぜ。燃えた。シュウヤよろしく。なんだこれは。いいけど。はい、あんた結構いいセンスしてるじゃん。レンズケース、いろんなコンタクトレンズが入ってるのよ。どこにでもいる山男。ピカチュウだけのプロモだって作れるとな。パソコンがある。誰かのポケモン。ここでもファッション変えれるんだね。メイクしてくるわ。トレーナープロのためのメイクをしちゃうところ。どうなんの？どこをメイクする？全体。何にもしない。特にないね。増えてくんのかな、終盤に行くと。
とりあえず取ってきたぜ。視点。タナじゃなかったのか、さっきのセリフは。どこ行きゃいいんだい？カフェに行くのは、こっちじゃない。これか。いた。いた、いた。お呼びかい？カフェソレイユ。お呼ばれしちゃった。カルネさん。フラデリさんはホロキャスターって映像データの受信装置を作ったフラデリラボのトップで、カルネさんは知ってるでしょ、世界的にすごい人気の大女優さんだもの。でもどういう組み合わせかしら。少女の演技は素晴らしかった。若さイコール美しさとは限らないし、何でも変われるのよ。お、なんか物騒なこと言ってるぞ。世界は美しいのに。なんで分かってんだ。いつか勝負しましょうね。お隣さんに一言。競い合うのも面白いでしょ。面白い。え、それだけ。ポケモンソルロックのことは言わないのが花なのよ。あれ？俺なんで呼ばれたんだよ。それだけ？じゃあ別にさっきの場所で話してくれたらよかったんじゃないのかな。まあ、さっきのあの二人の会話を見せたかったんだろうけど、あんまりこう。お姉さん、お姉さん、話せねえのか。ホログラムメール。すげえ。今5番道路にいるんだ。野生のポケモンがすごいんだよ。早く見においで。5番道路。5番道路、5番道路。4番道路。5番。5番こっちか。次行く場所だな。この奥か。ちゃんと5番って書いてるもんね。よし、とりあえずセーブ。はい、